俺に任せて。はい、ジンでございます。セブンナイツ動画スペシャルボードガチャを引け、今日で9日目になりました。昨日突然ねネット環境にいない状況下にいたので配信できなくてすいません。しかし収録してあるんで、後ほど、いや、もしかしたらこちらで、見れるような状況になってるかもしれませんが、では早速今日も行ってみましょう。スタート。はい、ということで昨日からねテオが実装されたんですが、ちょっとそっち行きたいんだけどね、ここでやめるわけにはいかないので緑線行かせてもらいますと。はい、今日で9日目か。行きますよ。もうね、10の一番横側は埋めました。8段目もあと1個ですね。いやー、そろそろね当てたいよね。14日間だからもう半分は過ぎてんだよね。56からね、90分の。では早速トランプ占いで引いていきやしょう。説明こちらの方に流しておきますね。そこもよく見てください。まず1枚目を引いて、例えばこちらドンと8が出ました。おお8が出ましたら、まあ今回ねもう次1つしかないんで8の7をね引かせていただきます。1回目は8の段なんで、もう1つしか空いてないんでね、優先的にここを引かせていただきますと、オープンゴー。おお、やったー、やったー、出たー、リョク様。うわ、意外とデロンズの近くにいたね。終わったー、これで手を引けるじゃないか。来週か今週か、間に合ったよ。やったー、レオフ様ゲットでございます。まあ突しないでもね、結構ねアリーナでね暴れ回ってるんでね、欲しかったです。まあ全部開く必要性はないでしょう。もう今日はここで終わらせていただきます。やったー、レオフ手に入れたよ。まあでも自分魔法パ作ってんの、レオフ選ぶより悟空選んだ方が良かったのかな。でもどうしてもね四股4人揃えてから突キャラ1体取っていきたいなとかって思うので、次はね次回エース、テオが出てたらテオのスペシャルボードガチャをやっていきたいと思います。もうこれでね今回のスペシャルボードガチャトランプ占い編は終わりになりますので、ちょっとまとめていきましょうか。90分の57、9日間か、結構ルビー使いましたねこれで。大変でしたね。まあ当たりのキャラ、まあ両方当たりだったんですが、その中でもセブンナイツのキャラとしてはデロンズがね出てます。次に私嬉しかったのは、まあこちら持ってなかった風炎初めてゲットできました。そうですね、他まあビクトリアも1体しかなかったので、ここでもう1体取れたのは嬉しかった。でブラックローズ、もうこちらもね追加で、今何人いるのかな、今3人いるのかな、これでゲットできたのは嬉しかったですと。そんなもんか。あとセインもね出たんですね、一番今左にいますよね、セイン。いやー嬉しいね、興奮冷めやらぬまま。なので自分としては欲しかったキャラ的にはまあ5体かな、5体出た十分でしょう。パチ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 、今回記録57体目で出ましたね。次のこのトランプガチャでやった記録がね何枚目で出るかちょっと楽しみにしておきましょう。まあそのためにはね結構ねルビーね貯めておかなきゃいけないんですけどね。はい、ということで、スペシャルボードガチャ呂布を狙いでございました。57枚目でゲットさせていただきました。では皆様また明日、バイバイ。やったー、ちょっと待てよ、呂布見せてないよね、呂布見せてないよね、呂布見ようよ、呂布見ようよ。もうみんな持ってるっていう名前は持ってる持ってるっていうね声が聞こえそうなんですが、いましたね、リョウ一番下に。受け取る、俺を倒してみろ、出てきてくれた、いた。
俺を倒してみろと。いやー、手に入れた。天涯孤独な身で盗みや喧嘩に飽きくれた毎日を過ごしていたある日、役人の目に留まり兵士として雇われると。へえ、強い。敵3人に攻撃力 90% の物理ダメージを与える。貫通も適用され、低い確率で2ターンの間気絶効果が与えられると、うん、そして敵4人に攻撃力 90% の物理ダメージ追加で、防御力を無視し全てのターン性バフを2ターンゲージ。これ嬉しいね。すごいな。疾風破砕っていうのかなこれ。固有の持続ね。全てのダメージに対する免疫と複数免疫、貫通防御無視が2回与えられる。追加で全ての味方の攻撃力と魔法力が 25%。 あ、じゃあ魔法パス買っててもこれ力入れててもいいね。 25% をアップするからね。これは嬉しいね。まあゲットしたものね。あのこの子をこう精霊、あの虹の精霊でね、あの最終段階まで持っていくのにはね、まだ結構順番並びしてる人が多いんだよね。まず今エヴァン作ってるんです。そしてノホがいるんですよね。もうこの2体作っちゃうともう虹の精霊がなくなっちゃうんで、多分呂布はね結構先かもしれませんが、一応1体ゲットしたいなと思って今回ね取らせていただきました。ちょっと長々とすみません。嬉しかったんで、ちょっと呂布だけみんなに見させて、お見せいたしましたと。はい、では今回でここは終わりにしましょう。バイバイ。やったー。ご拝聴ありがとうございます。世界一遅いモンストブログ、録画の動画だけではなく、なんと生放送もやっております。その際にはこちら Twitter のチャンネルにてマルチ募集をしております。こちらの方も登録お願いします。そして YouTube の方もよろしくお願いします。こちらに登録出ております。ではバイバイ。